じゃあ本番、レッツゴー。中野だったっけね。中野ブロードウェイに行きますし。中野。いやー、中野ブロードウェイいいとこだよ、あれ。ちょっと高いけどね。基本的に高いんだよ。1階にも飲食店があるみたいだな。おっと。基本的に中野ブロードウェイ高いんだけど、たまにね、掘り出し物があるんですわ。なんでこれこの値段でいいのみたいな。まあもしかしたら汚いんかもしれないけど、まあ、そういうのもあるんですよね。あとコスプレマッサージ屋とか。ビンゴ、ターゲット確認したぜ。太一の格好をしてる人がいてね、え、なんであそこって思ったら、ニコーって、ニコーってめっちゃ可愛かったけど、どうもーって言ってそのまま過ぎ去っていったね。ネットの画像で見た通り結構可愛いじゃん。よし、弟子、ここは師匠である俺がお前に手本を見せてやる。大丈夫、俺もう知ってるから、あの人面識あるから。そこのかのじゃちょっといいかな。ちょっと良くないです。君可愛いから声かけなきゃと思ってさ。よかったら俺とお茶しない？聞こえてないです。今もう食べ物のことで頭がいっぱいです。何も聞こえていません。何を食べようか今悩んでいます。お茶は微妙。それなら俺こう見えてフットサルが好きでさ、これから近くのコートで練習するんだけど見に来ない？師匠、師匠無視されてますよ。あーしか言わない。実はここ来るの初めてでさ、カフェがどこにあるか教えてくれないかな。ダメでした。師匠、もういい、頑張った。ナンパ術見せてやる。怖い。あれだけ玉砕したのにどこから出るんだその自信は。大丈夫だ、あの笑顔があれば。笑顔です、笑顔です。だがあとはお前のその自信だけが頼りだ。行け我が弟子よ。そして俺の敵を取ってきてくれ。任せろ、笑顔でいけます。タカタカタカ。すごい悩んでる。前にお会いしましたよね。何ですか、逆なんですか、逆なんするんですか。なんか来た、なんか来た。好きなんですか。好きです、好きです。私も好きなんです、ここのオムライス。食べましょうか、一緒に食べましょう。その辺はひょっとして知らないんですか。ここのオムライスの美味しさは。知らないんです。一緒に行きませんか。って言えない。知らない。セントラル病院であれほど飲み物に対して可能性を示したあなたともあろう人が、あげかわしいです。いえ、それも違いますね。良いものを知らなかったからといってそのこと自体に罪はない。好きなものを発見することに早いも遅いもありません。いいこと言うな、すごくいいこと言うな。好きなものを発見することに早くも早いも遅いもありません。いいこと言うな。今からでも好きなことを探していけるんだ。知らなくても年を取ってもいけるんです。これから知ればいい。うわー、いいこと言うな。知らなくてもいいことを。何言ってんだろうね。何も言えない。なぜか舌が回らない。知らなくてもこれから知ればいいんですよ。分かった。私はあなたにここのオムライスの美味しさを理解してもらえるよう努めます。よっしゃ、行こう。ここのオムライスの一番のポイントはですね、独自の濃度に調整されたホイップクリームで作られたバターが使われているという点です。バターってホイップクリームで作るの。え、知らない。そうなのか。ほう、そうなのか。そのバターをたっぷり使ったプルプルのオムレツが
固めのチキンライスの上にたっぷりと乗せられている。やめてくれ、これ以上はやめてくれ。飯テロだ、それ以上はダメだ。俺はこの後オムライスを食べないといけない。あなたにもありませんか。何が、何がだ。目の前でくるくると揺れている食べ物を見て行儀が悪いと知りながらもついお皿を揺すってしまったことが。食べ物じゃないけど揺すったことあるかな。ここでは思いっきりその欲求を満たすことができるんです。いや食べ物だった。その光景をたっぷりと堪能した後、口に運ぶオムライスの美味しさはとても言葉では言い尽くせません。ちょっと待って、ちょっと勘弁して、もうよだれ出てきたんだけど。よだれじゃない、唾液がやばい。よだれじゃない、唾液だ。どうやらよだれは出てない。まだ分かってもらえてないみたいですね。実物を食べないとわからない。やはり百聞は一見にしかず、いえ一食にしかずです。ほう、一緒にどうですか。うわぁ、逆難してくるとは何事だ。はい、ああ食べた、多かった。あなたのおかげで二人連れ以上じゃないと頼めない超絶大盛りセットを堪能することができました。一人で食べたんでしょ。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい、電話。はい、もしもし。あ、リエさんですか。その左手に巻いてる変な紐何、それ何、シルバー巻くとかさ、それ何。何を巻いてるんだあれ。すいません、呼び出されてしまって。本当はお礼にもう一件ご馳走したかったんですが、それはまたの機会にしましょう。では殺す気かな。それは殺人未遂じゃないのかな。超盛り食わされた後にさらにもう一個食いに行くの。あんな上級者を落とせるテク身につけてたんだよ。何もしてないけどね。誰か俺の背中を見て覚えたってやつ。初めて見た時からお前はできるやつだって思ってたぜ。何も喋ってないけどね。ね、どうよシミは。連絡先聞けたか。次に会う約束は。次に会う約束はあれ、何もしてない。んどうした。ゲロ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 。ギャーって何これ、ギャグ回だったの。テーブルの席いっぱいの餃子、オムライス、やべえ。これがオムライス超絶大盛りセットです。だってテーブル、多分俺の今持ってるテーブルがこれ何センチだろう、65ぐらいかなのテーブルよりさらにでかい。多分1メートル1メートルぐらいあるんじゃないかな、こういうとこのテーブルって。そこにドーンとオムライスがあって、それが多分平らげ、あの平らに薄いオムライスでも多分5人前ぐらいあると思うけど、これを盛るんでしょ。無理だろ、胃が破裂するわ。先に食べてください。私だけが食べるのでは申し訳ないです。死ねということか。今日はあなたにここのオムライスの素晴らしさを理解してもらうのが目的ですし、私だけが食べるわけにはいきません。それとも美味しくないですか。とっても美味しいです。とっても美味しいけど量が多いんです。ハウ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 、食べる食べる、うおーおーと言いながら食べる。もうやめるんだ、胃が破裂する。確かね、食べ過ぎると死ぬんだよ人間。胃が破裂して死ぬんだよ。何だったかな、あれクーガだったかな、アギトだったかな、食べ過ぎて死ぬっていうのあったんだよ確か。アギトだな、クーガじゃない、アギトだ。アギトで
怪人に操られて食べ過ぎて死ぬっていうのがあったはず。そんな自殺の仕方があるんですかとか言うな、刑事がねビビってたんだよ。なんでこんな苦しい死に方をしたんだこの人はみたいな。食べても食べても遊具から話は聞いています。聞いているのか。私のアカウント必要なんですよね。実は私も神城には思うところがあるんです。だから協力させてもらいますね。なんだろうこれ、寝ている横でささやかれてるみたいだ。アカウント大事に使ってくださいね。さあいよいよセットの極盛りバナナパフェが来ますよ。セット、え、セットまだ来るの。死んでしまう。アカウントを手に入れた。はあすごいな、このゲーム作ったやつ出てこい、神だな、面白いぞ。まさかユーゴが先に話をつけていたとはな。それなら最初から普通に話しかければよかったな。いやどんまいどんまい。いやほんとほんとマジで、うん、いやほんとに思う、このゲーム作った人やるな。前回のねデジモンストーリーの時から面白かったんで、本当にこのゲーム、いや話が面白い本当に。あー、そうだリュウジ、お嬢の様子はどうだ。あれからだんまりだ。あらら、すっかりご機嫌斜めか。任せろ任せろ、ナンパ術でどうにかする。ともあれアカウントは手に入った。サーバー侵入を始めるぞ。つってもよ、標的のデータのメドはついてるのか。わからん。いや、ユーゴからの依頼は岸辺リエとハッカーの癒着を証明できる何かであって、具体的なデータじゃない。だから今回は神城のメインサーバーであるアバロンサーバーにマルウェアを仕掛ける。マルウェアを仕掛ける。なるほど、網を張ってサーバー内でやり取りされるデータを監視しようってわけだな。まず俺と千歳がこっちの端末から陽動を仕掛けてサーバー内のセキュリティを撹乱させる。その間にお前はエデン内からサーバーへ侵入して指定のポイントにマルウェアを仕掛けろ。こんな素人でいいのか。これでより機密度の高い情報が集められるようになる。なーにうろたえてんだよ、今回の作戦じゃ一番簡単な仕事だぜ。まあ突っ込んでいっておくだけだから。陽動やサポートは高度で熟達したハッキング技術が必要だ。しかも相手は天下の神城様、サポートはお前にはまだ無理だって。つまり一人で突っ込んでいけばいいってこと。新人を卒業するにはいい機会だ。やってみよう。やってみようか。本来はログインする際にアバター情報の更新が行われるが、今回はそこをスルーできるようこちらで細工する。お前は何も考えずに突っ込めばいい。多少の違和感はあるだろうが我慢しろ。大丈夫だって、お前結構根性あるんだからさ。そうだよ、ナンパできる人は結構な根性があるぞ。持ち場につけ、準備ができ次第合図する。ナンパなんて普通の人はできないからな、本当にすごい根性いるからな。まあ慣れてしまってちょろくなったらねダメだけど、チャラくか、慣れてチャラくなったらおしまいだけど。そんなところでハッキングしてていいの？オッケー、位置についたぜ。始めろ。始めろ。始める。で、これは何したいんだ？もしかしてあの格好で行くの？やったー、女の子になったー。おい、ジロジロ見るんじゃない。それだけはしちゃいけない。スカートを覗いたりするんじゃないぞ。顔、にやけてるぞ。顔がにやけてる。どうせろくでもないこと考えてるんでしょ。大丈夫だ。胸を触ったりしてない。君の名はみたいに胸を触ったりしてないから大丈夫だ。
あ、触った。君に言われなくてもちゃんと休んでるよ。それよりこれからサーバー内に潜入するんでしょ、分かってる？中に侵入したら外部とは通信ができない。中でサポートするものが絶対に必要だよ。だから私の代わりを準備したの。なんだ、ワームモン？お前か。ワームモンを一緒に連れて行って。ワームモンはね、実はもうだいぶ頭良くなってる。わからないことがあったらこの子に聞いて。私と同じくらいのことは分かるようにしておいたから。本当ワームモン勉強したからね。いつもかレベル35もあるから。よろしくね、ワームモン。任せて、エリカ。レベル35だぞ。俺ないぞそんなに。それすげえな。ついでに喋り方もエリカの真似してみたんだけど、どう？変じゃない？ごめん、ワンモンの最初の喋り方を覚えていない。なんせもう発売して1年ぐらい経ってるでしょ。そういうことだから詳しくはその子に聞いて。あ、それとこのことがお兄ちゃんには内緒だからね。ワンモン、その子がアバターに変なことしないように見張りよろしく。そんなことしない。借り物に対してそんなことはしない。はーい。ねえ、変なことってどんなこと？変なこと。大丈夫、変なことはしない。クラスメートの言うて誰だっけ。存在すら忘れたわ。なんか来た。動物好きだからできると思うよ。しまった、デジモン編成。あれ、いいか、いいわ。アイテムゲット。上か。サーバーどこ行けばいいのかな。はーい、おひさ、元気？元気？なんで走り方とか変わってんだろう。走り方真似してんのかな。これどこ行けばいいの。ショップ、何があるんだ。こんなとこで買い物したことないな。まあこんなもんよね。どこ行けばいいの。移動するとこどこ。話しかける人いる？いない。神城エンタープライズ、ここか。わあ、なんかいっぱいいる。普通に行けたぞ、アバロンサーバー。デジモンがいる。ここがアバロンサーバーか。私、企業サーバーへの侵入は初めて。サーバーの中心部まで行ってマルウェアを設置するのが私たちの仕事だよね。むしろどうやって行くんだっけって聞いたんかな、受付の人に。このセキュリティの呪文はかなり強力だから気を抜かないでね。よっしゃ、レベル上げしようとか。初めてなのになんでそんなことがわかるかって。言ったでしょ、私は今エリカと記憶を共有してるの。おっと、ここでレベル上げしようということかな。本当にエリカの知っていることは私にもわかるってわけ。いやでもレベル上げしてもね、完全体作れないんだよ。エリカの記憶はデータ化されてエデンの中にあるんだよ。病気の治療のためにね。だから私と共有化できるの。すごいね。私の年収低すぎ。わからないことは何でも聞いていいよ。私もエリカの記憶サーバー
エリカも君が知りたければ答えてもいいって言ってたもん。ほほう、何を聞いてもいいのかい。エリカは脳の制御がうまくできない病気なの。あ、聞いていいのか。人の脳は本来使う範囲はとても制限されてるんだけど、使いすぎてるんかな。エリカの脳はその制御がうまくできなくて、放っておくと機能を使いすぎてオーバーヒートしちゃうんだって。そういうことだね。だから天才なんだよ。天才すぎてオーバーヒート、オーバーヒートゲイザー。絶対知らないよね。テリーボガードだよ。エリカは人の脳は、エリカの脳さっきの病気の治療はデータ化してエデンの特別なサーバーに預けることで脳への負荷を抑えてるんだって。ほう、そんなことできるのか。エリカは端末を介して常にそのサーバーと記憶をリンクさせていて、時々病院の特殊なマシンで情報の同期や調整をしないといけないの。そういうことか。それをこの前はしなかったからゴーンと言ってしまったのか。神城と提携しているセントラル病院でしかできない特殊な治療なんだよ。治療しないとこの前みたいに倒れます放っておくと脳から体の臓器へ送る信号がどんどんおかしくなって体のあちこちが弱っていくんだって。エリカの記憶サーバーから上手に情報を引き出せたみたい。さあ行こう、もうユージたちの陽動が始まってるよ。はい、行きましょう。もっといろんなことを聞き出せばいいのに。いろんなこと、あんなこととかこんなこととか。あー、なんか強そうなやつがいっぱいいる。あ、ここか。まためんどくさいあれじゃないか。弱っちいのが出た。すげえ。何したんだ今。ヘブンズナック。そこはしょうがないね、相手ワクチンだから。アタック。経験値は？あ、それなりにもらえる。やばい、やばい、完全体になれるレベルになっていく。アイテムが見えるけど、あ、光ってる。ムルムクスモンってなんやねん。ムルムクスモンってなんや、知らねえ。俺の知らない時代のデジモンたちがいっぱいいる。ちょっと俺の知らないデジモン出すぎでしょう。いや、さすがにね、追いかけなかったね、あのデジモン。デジモンね、ほんと、テイマーズの途中で見るのやめたんだよな。テイマーズでデジタルワールドに行こうってなったところで確か見るのやめたんだよな、俺。なんでクワガモン2回攻撃しようとしてんの？あ、違うか。まあいいや。まあいいけど。あ、やっぱり経験値多いわ、ここ。でもうなんか、ホーリーエンジェモンになれそうだもん。ホーリーエンジェモンになったらロードナイトモンになると。ホーリーエンジェモンにしてから行こうかな。ここ破るしかないよね、これ。これ、破るしかないよね。さて、どんだけ強いんだ。どんだけ強いんだ。ダメージ通らなかったりして、くるくるくる、どんどんどん。弱、硬いだけだ。
はい、ホットキャンプ。オート 20%。やっぱり防御貫通は強いよね。防御貫通、魔法防御、防御貫通。20%、次何パーなんだろう。40%。80%。おい、早くね。やばいぞ、これ。これやばいかもしれない。やばいかもしれない。やばいかもしれない。もうシザーアームズ使えないし。クリュー 100% 完了。何する？レーザービーム。あー、クリュー。ピー。もう一回連続で来ないよ。また 20% とか溜め出すんでしょ、きっと。マッハ、ラッシュ、ツー。もうビームしないの？何した？あ、ヒールしたんか。システムアップデート。回復す？違うか。スピードアップか。しかし、SP が足りない。お、クリティカッター。何する？お。ん？スピードアップか。X ヒール。いらねえ。攻撃しろ。お前が攻撃しないでどうするんだ。もう回復しなくていいから。ペチ、あ、なんかいっぱい攻撃した。お、レベル上がった。30になった。これでメモリアップ来い。メモリアップ、メモリアップ、メモリアップ。あー、来た。メモリアップ来た。来た、これ、来た、これ。アイテム、チャキーン。だってこんだけめんどくさい敵倒すってことは絶対メモリアップだろって思ったもんね、今。ハッキングスキルが使えない。しかもクワガーモンさんがいる。ヒールじゃなくて戦う？永遠のライバル、クワガーモンさん。クワガモンさん、カブデニモンだ。今回はカブデニモンじゃなくてね、クワガモンでいくからね。前回ヘラクルカブデニモンいったよね、俺確か。じゃあ完全体に、完全体になりに行くよ。すごいな、一撃だぞ。インプモンメダル。やべえ、逆にレベル上がりすぎてみんな完全体になれそうな勢い。戻ってきてしまった。デジラボー、完全体、完全体。エンジャモン進化。ホーリーエンジャモンになれない。SP 足りない。クワガモン進化まだできない。防御90必要、足りない。キュービモン進化、まあレベルが足りない。シスタモンのワード進化、才能が足りない。お、もうすぐ才能いけるな。じゃ一回こっちになっといて、視力足りねえわ、無理だな。マジかよ、トルイエモンだけかよ、なれるの。サイバードラモンになるとキュービモンだけ。あ、キュービモンだったらいいか。キュービモンで、シードラマンまだレベル
メガシトルイエモンさん、こっち無理だからな。レベル55までいけるから、そのうちアンテナモンにしたらいいか。エキスモンはまだダメ。ラプタードラもいらないんだけどな、こいつどうしようかな。テイルモン、テイルモンはリリモンに変えて、グレイモンはそのまま王グレイモンになってもらって、ロップモンはウィザーモンに、あと1だな。お、ルナモンなれるやん。で、ルナモンからシスタモンのワールドになって、シスタモンに戻ってと、そんな感じで才能を上げながらやるしかないな。ちょっと経験値いらないやつ移動させよう。経験値ってどうやって割り振ってんだろう。こっちめっちゃレベル上がってるやん。全員15でしょ。15になったら適当に進化させとこう。で、完全体進化、トルイエモンをサイバードラモン。いや、アンテナモンしたいんだけど、知力足りないもんな。どうしようもないよな。 100% だ。こっちのトルイエモンは100% だ。こっち15。どうしよう、こっちを向こうに置いて、いや、いいや、サイバードラモンにしときます。かぶってしまったお兄様と。わあ、サイバードラモンさん。え、サイバードラモンはコンボが発生する確率しょぼ。即死させる。進化ジャスティモン、アルファモン、アルファモンなれるの、マジで。しかもそれだけでいいの。アルファモンなろう。これなんだろう、全身真っ黒でわかんねえ。そうだよ、ジャスティモンなるんだよ、やつは。サイバードラモンから、りょうさんだったかな。ああ、サイバードラモンかアルファモンになろう。で、メモリはシスタモンは無理、キュービモンが進化は無理。ということは完全体になるには、次完全体になるにはもう一個チップが必要だわ。はい、進化はできるということですな。